私は日本共産党を代表して、政府提出の子ども家庭庁2法案および自公提出の子ども基本法案に反対の討論を行います。貧困、虐待、いじめ、不登校、自殺など子どもの権利侵害は極めて深刻です。この事態を放置してきた政府の責任は重大です。権利条約批准から約30年、自民党政権は条約が掲げた子どもの最善の利益、生命生存及び発達に対する権利、意見表明権、差別の禁止の4原則を軽視し、現行法体制を変える必要はないとの立場を一貫して取り続けてきました。これに対して国連子どもの権利委員会は度重なる勧告を行っています。今必要なのは、子どもを権利の主体として明確に位置づけ、憲法の基本的人権と権利条約の4原則を保障する政治への転換です。そのために子どもが自由に意見を表明し反映される権利を保障する仕組みが必要不可欠です。独立した立場で政府を監視・評価するとともに、子どもの意見を表明を代弁し、個別の事案の相談・救済に対応する子どもコミッショナーは欠かせません。参考人からは条約締約国の中核的義務であるとの指摘がありました。ところが各法には子どもの権利条約の文言すらなく、子どもコミッショナーの設置もありません。これでは深刻な子どもの権利侵害を克服できません。同時に OECD 諸国と比べてもあまりに少なすぎる子ども予算を抜本的に増額し、子どもに関わりケアをする専門職員を大幅に増やすことが必要です。しかし法案には予算と人を増やす担保がありません。各法は国の政策によって子どもの権利を侵害してきたことへの反省もなく、根本問題に手をつけず、理念も目的もなく組織いじりをするだけです。これでは子どもの権利侵害を解決することはできません。次に各法と一体で提出された事項案の問題です。提出者が各法と相まって子どもに関する取り組みの共通基盤だとする基本理念に、子どもの養育は家庭が基本と明記したことは重大です。このような規定は現行法制のどこにもありません。養育は家庭が基本のフレーズは、歴代自民党政権が児童扶養手当や生活保護の改悪など子育て支援の後退を合理化する理由として強調してきたものです。子どもと保護者にさらなる自助努力を強いることは明らかです。虐待や貧困、ヤングケアラーなど家庭の中で苦しむ子どもたちや保護者をさらに追い詰め、一層孤立させることになり、到底看過できません。もう一つは教育の問題です。国連からも繰り返し勧告されている過度な競争管理教育、いじめ、不登校、理不尽な校則など学校教育における権利侵害は重大な問題です。子どもの意見表明権をはじめ、権利条約の4原則の実現が急務です。にもかかわらず、子ども基本法案と教育基本法は住み分けるとして学校教育に踏み込まない立て付けにしています。過度な競争管理教育、教育への国家介入、愛国心などを押し付ける改悪教育基本法への反省もなく、学校教育における深刻な子どもの権利侵害を放置することは容認できません。さらに子どものデータ連携を推進する規定は、生まれたときから子どもの個人情報が集積され、本人の不利益な情報がデジタルタトゥーとして将来にわたって影響を及ぼしかねないものです。政府は個人情報を民間企業の儲けの種として利活用する政策を推進しているもとで、プライバシー権の侵害やプロファイリング、スコアリングなどによる権利侵害が生じる恐れを高めるものです。最後に立憲提出の子ども総合基本法案は、子どもコミッショナーを盛り込むとともに子ども施策の予算の目標を明記し、これまで野党が共同で求めてきた児童手当の拡充や子どもに関わる職員の処遇改善を行うとしており賛成です。なお維新案は反対であることを申し述べ、討論を終わります。